はいそれでは内村先生お願いいたします。はいすいすすまませんよろししくお願いします、えー、っと柔道領育から見,て見えてきた子どもたちの変化ということで放課後等でサービス2個内村かなよろしくお願いしますあの。まず私の自己紹介としましては1989年鹿児島県鹿屋市に生まれました。でおじが、えっと、道場近くでやっている関係で3歳からおじがやっている道場で柔道を始めました。 その後地元の鹿屋東中へ入学しその,その後宿徳高校へ進学龍谷大学へ進学しました、えっと、大学卒業時に、えっと、教員になりたいという夢を持ってたんですが社会科の免許しか龍谷大学で取ることができなかったため科目通り衆という形で鹿屋体育大学に通いましたあのただその途中でな、えっと、奈良県の奈良育英中学高等学校の方から え採用の方をいただきましたのであの体育の教員免許は取り終わらずにそのまま奈良育英中学高等学校に5年間勤務しました。でやっぱり担任とかを持つ中でクラスの生徒たちで黒板をうまく写せない子だったりとか。 あとまあ字がうまく書けない子理解力が乏しい子っていう子たちの担任をしてきてその中でやっぱ高校なんで単位を取って卒業させないといけないとかそういうような中で自分にもっと知識とかあの手段を持ってないと子どもたちの幅ってどん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 狭まっていくなということで5年間経って鹿児島に帰るタイミングで養護学校の方を希望して鹿屋の鹿屋、えっと、養護学校というところで2年間勤務しました。 でこの金谷養護学校で2年間勤務する中で、えー、っと養護学校に通う1人の女の子と柔道をしたことがきっかけで柔道療育というものをやっていきたいというふうに決め放課後等でサービス2個を19あ2019年4月1日に開始しました。で柔道療育をしようとしたきっかけですね、えー、っとこの写真に写ってる子なんですけど脳性麻痺の子で基本的にはもう発語もないし トイレも自立してなくてもう基本的にはバギーあの車椅子のようなものに乗ったままで若干の表情とかで相手に自分の意思とかを伝える程度のまあ,あの結構、えー、っと重症の。 子供さんでしたでこの子にたまたま柔道着を着せてで私を抑え込ませた時にすすごい笑笑笑顔ででっってて声出して笑ったんですでその後私が抑え込んだ時に涙流して泣いた,を泣いたのを見てあ柔道ってあのスポーツってこの子たちにとっても嬉しかったり悔しかったりって。 そういうようなものを引き出すことができるすごい素晴らしいものだなってそして私が今までやってきた競技性としてしか見てなかった柔道っていうものがいかに子どもたちにあの、まあ、浸透していって子どもたちの幅を広げていく子どもたちを豊かにするっていうものになっていくんじゃないかというふうに思いました。 この時に柔道の素晴らしさっていうのを今までと違った角度,であ角度から見ることができて素晴らしさを強く感じるようになりました。でこの子と柔道をした次の週かその次の週ぐらいにああのさあの参加してくださってる金谷体育大学の浜田先生と一緒にフランスに行くことになっていてその飛行機の中で浜田先生にこういうことがあって私は柔道柔道そういうその。 子どもたちの成長のために、これ見えてますかねスライド？あれ？もう一回画面共有お願いします。えっとあれ？なんか消えて。 大丈夫ですか、okay、ですかでみませんで飛行機の中で浜田先生にちょっと相談したときに今からフランスで行くあのエリック先生っていう先生はハンディキャップ柔道についてもすごい知識が豊富で実際に。 えーとそういうような授業子どもたちハンディキャップがある子どもたちに柔道を教えているとそしてまあフランスでは指導者は国家資格を持っていなければ指導ができないということで、まあ、深い知識でハンディキャップ柔道についても実際に行っているし知識が豊富であるという話を聞いて向こうに行ってエリック先生と会ってエリック先生にいろいろなお話を聞いて実情を知ってで柔道療育を日本でやろうというふうに決意しました。 1>, で1回目のフランス行ったのはもともと柔道療育の勉強というためじゃなかったので1回帰ってきてからもう1回フランスに行きたいと実際次は柔道療育のやっている現場に私も入れてもらってで柔道療育についてもっともっと知識や 知識を深めたたいなと思って2度目のフランスに翌年行きましたで実際ハンディキャップ柔道のクラスに参加させてもらってエリック先生に話を聞く中でもうすぐにしようと思ったらいけないよって今まで自分がやってきた柔道と別物だと考えてやっぱり時間をかけた指導待つ姿勢だったり何回も何回も子どもたちにタッチしてスキンシップを図って声かけをしてというふうな形であの。 すぐににやろううととしたらいいいけないというふうに教わりました。で、えっと、3人男の子が並んでいる一番左の男の子なんですけどこの子は柔道場に上がるまでに1年かかったとでなかなか道場に入ってこられないもんだからエリック先生は畳を1畳だけ入り口のところに持っていくとか帯で綱引きをする中で中に引き込むとかいろいろなことを工夫しながらちょっとずつちょっとずつ 道場の中に引きき込んできて私が行った時には3人ちゃんんと並んで座礼をししてててっっいうようよなな形になってました,ただこの3人が3人あのちゃんと並んで礼してっていうまでには1年も2年もかかったんだよってだから焦る必要はないしあの時間をかけてゆっくりゆっくり子どもたちのペースでやっていくことが大事だよというふうに教わりました。 あと2回目のフランスで気づいたことは日本とフランスのまあ制度だったりとか行政の考え方の違いですね。えー、っとフランスとかでは社会全体が障害を持った人たちが運動することっていうのは非常に友好的だとまあ共通認識が大体なされています。っていうのでこの3人は学校の授業の中の一環として エリック先生のところに学校の先生がわざわざ連れてきてで1時間柔道をして学校の先生が連れて帰るとでその間学校の先生担任の先生は道場内で子どもたちのことを見守っておくというふうな形でこの柔道の教える指導者と学校との契約の中で子どもたちを育てていこうとあとフランスではドクターや行政が あの基本的スポーツの方に障害をを持った子供た子ちを圧戦していきますあの病院の先生だったり行政とかがこの子は人とのコミュニケーションが苦手だからこういう競技がいいねこの子は落ち着きがないからこういう競技がいいねというようにその子その子の特性に合ったえっとスポーツの方に振り分けていくということで私が思ったのはフランスとかフランスですねフランスでは。 あの柔道というものが競技制の柔道じゃなくて障害スポーツとしての認識が持たれているんだなとでもう一つここに行った時驚いたのが80歳90歳のおじいちゃんおばあちゃんまであの今あの型の柔道をやってきて帰ってきたところなんだよというふうな形で一緒に食事をされたおばあちゃんおじいちゃんがですね80代もうそんぐらいだったんですけど今柔道を私たちはやってきたんだと型をみんなでやってってお話をしてって。 いいいうよううよなな形でででで若い人から年寄りまであのみんなでできるという障害スポーツだなとだからフランスでは日本と違って柔道療育というものが確立されてるんだなというふうに感じました。で私戻ってきてどうやって子どもたちにこの柔道療育を浸透させていこうかというふうに考えた時にまあ同情として。 お金を月謝を取って子どもたちに柔道をさせるという方法でもよかったんですけどあのそれだとやっぱり月謝が払える子払えない子という中でなかなかあの来たくても来れない子っていうのが出てきてしまうということであの放課後等でサービスという形で柔道療育を提供することにしました。放課後等でサービスっっていううのは障害を持たた子どもたちが通う領域施設で 基本的には小学校1年生から高校3年生までが通うことができます。で、支援学級や支援学校の子どもたちが通ってきます。で、学校終了後や学校休業日、まあ、土曜日だったりとか夏休み、冬休み、そういうような時に利用するような形になっていて、大体いい学校が終わる時間帯に私たち学校に迎えに行って、連れてきておやつを食べて、で、柔道をしてお家まで送るというのが、私たちの今の仕事です。 でですね現在のうちの登録者数が27名で小学校1年生が8名2年生が3名3年生が5名4年生が6名5年生が2名中学生が3名でこれプラス本当は高校3年生までしかあの通うことはできないんですけど別のサービスを使って1人だけ、えー、っと20歳の子が通ってますその子は2019歳,歳ですね。 その子は去年、えー、っと養護学校を卒業したんですけど高校3年生の時から通い始めてくれて死体不自由の子で,でなかなか運動不足っていうところと体感がしっかりしないというところで保護者の希望と、まあ、私たちももうちょっと彼女の、まあ、成長過程を見たいというので、えー、っとやっているので、まあ、実際放課後等デイサービスだけじゃなくて2個という形では28名を今見てるような形になってます。 で2個での柔道療育の目的と効果として、えー、っと私が挙げてるのがですね一番生活習慣の改善私が養護学校で働いてる時にやっぱり運動不足から排便がなかなかあの順調にできないとかあと疲れないから睡眠不足あ睡眠が取れない夜寝れないとかそういう子どもさんたちがすごく多くてただその まあ完全に運動量が足りてないんですよ養護学校部活動があるところも少ないしで体育も週に1回か2回という中で,で習い事に通ってる子も非常に少ないという中でやっぱり運動不足っていうのが挙げられてて運動をすることによって生活習慣の改善でそこから排便だったり睡眠障害そういうような問題等を解決したいとあと。 柔道の特殊な動きで柔軟性で体幹相手と組んで崩すとかそういうようなところから体幹の強化体幹がやっぱり弱い子が非常に多くて文字を書くにもだん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 体がずれてきたりとかご飯食べてても体がだんだんずれてきたりとかちゃんと自分で座ってれることができない子どもたちが非常に多くて体幹がやっぱり弱いことによって走り方も不器用さがあったりとか。 っていうようなところで、まあ、体の柔軟性、体幹の強化そういうのの、そういう体のものも目的としてます。あと、コミュニケーション能力の向上ということで、柔道の特性である組み合うこと、そして一緒に何かをすることということから、相手を理解すること、そして相手を認めることっていうことを学んでほしいなと思います。あと、受け身を通して怪我予防ということで、それは多分、えー、っとそれに関しては、 うちに通ってる療育が必要な子たちだけじゃなくてこけた時に手がつけないとかよく幼稚園とか保育園とかも問題になってるみたいなんですけどそういうような形で自分の身を守るとあと柔道上はあの無駄なものがないと広いある程度畳というところで安全性が確保されているとで5番目、えー、と柔道家としても自分に自信を持つやっぱり自己肯定感が非常に低い子たちが多いです。で うちに来てる子たちに対しては毎回毎回強い人は優しいんだよっていうのと柔道をするのはなぜかというと自分や大切な人たたちをを守るるめに柔道をするんだよだから柔道は外では絶対に使ってはいけないよっていうのはこれに関してはまあ一番厳しくですね言ってます。でのの柔道領域の内容として えとまず2個でのお約束、えっと後で紹介させていただくんですけどそれを言った後に目走と座礼で準備運動今は柔道ラジオ体操をやっていて第一と寝技の柔道ラジオ体操をさせててもらってますあと、まあ、前に走ったり後ろに走ったりケンケンしたり横すり足したり足をグーパーグーパーしたりでスタート回転のダッシュ前転後転でまずここで一回ゲームをゲーム感覚のものをし,しっぽ取りだったり。 まあ、マーカーを取り合うものだったりで、あのー、忍者だったりゴロゴロドカンだるまさんが転んだというような遊び感覚のものそして8番目の寝技ですね今今朝、えー、固めを練習していて押さえたところから下の方は逃げると上は逃げられないようにしっかり押さえるというふうな形で、えー、と9月ぐらいから取り組んでて。 で12月ぐらいまでにそれを完璧にマスターして寝技が子どもたち同士でできるようになればいいなと思ってたんですけどちょっとコロナの影響で鹿屋でもで出たりとかいうのがあるのでちょっとこれが今ストップしててあの組んので9番受け身ですね後ろ受け身横受け身前受け身前回り受け身をやってます。で 10番、もうこれ最近はできてないんですけど、一応試合という形で渡したい子どもたち、指導者対子どもたちっていうので、子どもたち同士では絶対させないというような約束の下でやってます。で、最後、整理運動としてリズムダンスというようなものをやってます。で、これが、えっと、なんだろう、ニ個でのお約束かな2個でのお約束ですね、多分 はい、こっちは言って。はい、木造。目つぶって。目つぶって。目つぶって。って両手座って。両手座目つぶって。はい、こっちはいいよ。これえー、っと木造ですね。あのまあなかなか木造って言っても難しいんですけど、まあ。 ちちょっとずつちょっっっっとととずずつつかなと思ってやってますでまあ,あのこういう衝動性とか多動性が高い子どもたちなのでやっぱりなかなかずっと座ってることっていうのはできないんですけどもう本当に繰り返し繰り返し根気強くやっていくしかないなと思ってます。で2個ででのお約束ですね 靴をきれいに並べる道場に入るときは大きな声で挨拶をする大きな声で返事をする人の話を聞くときは話している人の方を向いて聞く柔道を道場以外では使わないと柔道は相手を倒すためではなく自分や大切な人を守るためであると強い人は優しいというような形で2個でのお約束これは毎回毎回繰り返し言ってますでこれが2個でのお約束を言ってるとこですね えっとまあ、今みたいに子どもたち繰り返し言うことによってあの何も見ないで言えるようになっていってますただまあこれをちゃんと理解してるのか疑問なんですけどただ何回も何回も言うことによって子どもたちの中にちょっとずつ浸透していってくれればいいなとで子どもたちの実態としては順番にこだわりがある一つの失敗をすると混乱してしまうやっぱり自己肯定感が低いことによってなかなか一つの失敗っていうのを乗り越えられない で成功体験が少ないことにより新しいことになかなか挑戦しようとしないこれに関しても自己肯定感が低いと、まあ、あの成功体験がなかなか成功できる体験がないというのとなかなか挑戦できない環境にあるというようなことからあの成功体験が非常に少なくてできることも少なくてただやらないからできないだけでちょっとちょっとこっちがあのフォローしたり。 ちょっと時間がかかったりするだけでこの子たちって絶対できるようになるとは思うんですよ。で、えー、と周りに配慮したり気遣うことが難しいということであの衝動性が高かったりちょっとやられたことに関して過剰に反応してしまったり他者をなかなか認めることができない他者を理解することができないで相手の存在を築くことができないあの周りが見れない自分だけの世界であの生活してると。 いうような子どもたちですね。あと落ち着きがないということで、まあなかなかうちもひっちゃかめっちゃか日常的にやってるんですけど、で、えっ、ー、と今日はえっ、ー、と四人の子どもたちを出させてもらってます。まず事例一として小五の女の子ですね。この子えっ、ー、と令和一年十二月から現在週三回利用していることです。で、利用当初はもうあのおとなしく 意思決定能力も低く勝敗に対してこだわりもなくあの指差しでいろんなことを言う指示するバッグを持ってほしい時にバッグだけ渡すとかいうような子どもだったんですけどえー、っとこれ、えー、っと勝敗に対してこだわりがないっていう場面で右側の女の子ですね髪の毛を結んでいる、えー、っとちょんまげじゃない方の女の子を見てください。<laughs> もう勝負に対してあのないんですよ <laughs> なのであの柔道の試合を私たちとしても一番最初の時利用投手は組もうともしないというような状況でしたでこのなかなか自分から自発的に言葉を発さないそしてなかなか人前に出ることができないという子供さんだったんですけど えとだん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 座礼の時の号令係誰がするって言ったときにはいって言ってちゃんと手を上げるようになってきたんです。でその後大きな声で挨拶を言えるようになりましたはい,をしていてありがとうございましたお互いに。

あの試合のところでですね、2個独自の試合ルールで試合をしたときに、組むことすらしようとしなかった子が、積極的に技をかけて、負けても向かっていく姿が見られるようになってきました。で、うちでの独自の,ルールあの試合っていうのは、指導者と子どもたちの,あの団体戦形式の試合を行うと、で順番に関しては、子どもたちの中で順番を決めさせます。 もう大人は全然入らずに子どもたちの中で順番を決めて何時何分までにここに並びなさいというような形ですることによってやっぱり最初はあの一番がいいというような子たちばっかりだったりとかじゃんけんで順番を決めた時に負けたらそれに納得ができずに拗ねる子だったりとかあの自分の思い通りな順番じゃなかったら参加しない子だったり。 さまざま々いたんですけどだん,だん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 これ繰り返しやっていくうちにじゃんけんに勝っても相手の子に順番を譲ってあげるとかそういうようなことができるようになっていきました。で、えー、っと審判は、えー、っと子どもたちが交代交代で行うと最初は審判は私やりながら試合をしてたんですけど子どもたちがやりたいというようなことを自分たちで言ってきたので子どもたちにさしてみたら意外と私が言うのを見てて技ありとか。 一本とか一生懸命やってくれるので、子どもたちに役割を与えるという意味でも審判を子どもたちにさせるようにしています。で、これあの髪の毛結すあ髪の毛が長い方の女の子の方ですね。<laughs> あ、通ちゃん頑張れ。頑張れ,頑張れ、やったゃ。 あの最初あんだけ勝ち負けにこだわらなくてもうやられたらやられっぱなしで試合に関しても全然組もうとしなかった子どもがまあ投げられても立って向かっていくだとか自分から技をかけるというようなことができるようになってきました。な、えー、なかなか この子も周りを見ることができなかったりとか自分だけの世界っていうような子供さんだったので周りに合わせることがなかなか難しかったんですけど新しい種目にも周りを見ながら積極的に参加するようになってきました。前トントン後ろトントン右トントントンそう はい、左,左トントン、トントン、トントンです、ねあの、この子、周りを見ながらしっかりみんなについていこうというような形で、えっと、一生懸命、積極的に何にでも取り組むようになってきました。 でこれもですね相手と組んで移動するやつなんですけど相手と一緒に同じように頑張ってついていこうとする姿が見られます。<laughs> <laughs> でこの子はまあ本当にあの徐々に徐々にちょっとずつなんですけどいろんなことに積極的に取り組むようになってきました。で、受け身ですね。 すいおお、今見てもらったように、ですね徐々になんですけど、投げられての受け身だったりとか、後ろ受け身、横受け身、前受け身、あの一生懸命取り組んでできるようになりました。 なのでこの子に関してもなんですけどなかなか成功体験が少ないという中で何にもこう自,分自発的にいろんなことに挑戦することができないような状況でした。だけどですね一つ成功したことによっていろんなことに挑戦するようになってでそれでやっぱり褒められたりとかできたっていうものを自分たちで掴んだことによって次につなげていくことができたと思います。 でえー、っと次この子、えー、っと小4の女のの女子子ですこの子令和1年6月から利用して週5うち週5空いてるんですけどこの子毎日来てます。でこの子利用当初 えと衝動性が強い協調性がほとんどない注意力が散漫生活習慣の乱れによる不登校傾向他人を認め配慮することができない順番へのこだわりが強いということであのこの子気に食わないことがあったら外に飛び出していって砂を食べたり雨水をすくって飲んだりで学校にはほとんど行ってなかったですね行ったとしても、まあ、1時間だったりすぐ家に帰ってきてしまったり。 っていう子だったんですけどうち、まあ、に通い出してもうこの子が一番変わったと思ってるんですけどまずこれ座ってる女の子ですね。周りがしてても関係ないと自分だけ座ってると。で次えー、っと一番右側の女の子ですね。この子えー、っとこれは順番が本当は一番が良かったんですけど。 一番になれなくて、もうすごいふてくされてるところなんですけど。はい、うもう本当に自分の思い通りにいかなかったら、ふてくされる。泣く、叫ぶ、外に飛び出るというような子でした。で、 だけどだん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 柔道の面白さに気づいてーーを取りたたいいという,ふうになってきましたでじゃあ黒帯ってどうやって取れるのって柔道強い人ってどんな人って毎回毎回繰り返し言ったことによって彼女の中で多分強くなりたいとかじゃあそのために優しくなろうじゃあ黒帯を目標にしようというようなことが明確になってきて彼女大きく変わってきました。<laughs>

えっとまずできないことに関しては全然挑戦しなかった彼女なんですけどできないこと,にしてことに対しても何度も繰り返し練習して前回り受け身が徐々にで,<ー>でこうやってみんなに褒められたりとかまあ できてないんんでですけど言うたら前回るけどちゃんとは <laughs> でもそれが一つ彼女の中でできたということにつながったことによって衝動的な行動っていうのがもう本当になくなって朝からちゃんと学校に行ってで夕方迎えに来るのを待っててくれてであの家に途中で帰ることもなくなって外に飛び出すこともなくなってというようなこと,にことであのちゃんと落ち着いてきました。 あと彼女清潔不潔の区別がなかなかつきづらくてもう全然汚れてても関係ない水たまりがあれば制服の中制服のままで突っ込むような子だったんですけどだんだん清潔不潔の区別ができるようになって2個で洗濯機を自分で回したりとか掃除を自分でしたりとかそういうような私生活での変化っていうのも見られるようになりました。

自分,あの自分の私生活強くなるためにはいろんなことをしないといけないよと優しくないといけないし私生活もちゃんとしないといけないよというようなことを伝えた結果あのこうやって自自分分の身ののの身回りりことっていううを自分でするようになりましたあと下の子に対して参加を促す声かけができるようになったということでこのあぐらをかいてる子は。 私が正座といくら言っても正座をせず、この子が正座をしないがために練習が始まらないというような状況なんですけど。汗かしまし あの今途中で「早く」っていう言葉が聞こえたんですけどやっぱり子どもたち大体は待たされることによって「早く」とか「何で?」とかなるんですけどこの子も最初はそうだったんですよ自分の思い通りにいかないとか自分のペースが乱されるとかに関してすごく感触を起こしてたんですけどこの頃ぐらいこの頃ぐらいっていうかまあだんだん徐々にですねこうやって下の子に対して一緒にやろうって。 いうようよな優しい声かけができるようになってきてあ他者をちょっとずつ認められるようになって自分もしっかり動けるようになってきたなと感じ始めましたで自信を持っていろいろなことに取り組むようになったということで、うん、はいどうぞですはいさります, 2> す1す 2, 1> 2>, 1 2 3 レイクはい、立ちます。ははいいどうぞお横組上上手ああおー上手 今みたいにこれ私が一番最初にまあ試験をしますっていう形で前に出て自分の名前を言って座って立ってっていうような指示は出すんですけどこの子を自分からお願いしますとかありがとうございましたっていうのを最初,か最初と最後に言えるようになってきましただから決められたことだけじゃなくてそれ以外に関しても自分で考えてちょっとずつ行動を起こすとか行うことができるようになってきたなと感じます。で えーとこの子、まあ、ちょっとぽっちゃりというか太ってることによってとあの体のちょっとやっぱりなんだろう体調面っていうか体の数値によってこの子2ヶ月に一遍血液検査をしてるんです病院の方でで、まあ、一番最初問題になってたのが中性脂肪なんですえーと2019年4月25日赤のラインが引いてあるところですね294と。29 で2019年5月29日354と。で6月からうちに通い始めてそこから8月が285で7月が208で1月になるとちょっと増えたんですけど234と。でそれが、えー、っと4月になると181でこれ6月になると137というような形で柔道療育を始めてから 徐々に徐々にあの中性脂肪の方が下がってきてだいっと2ヶ月にいっぺんだった血液検査がもうそんなに頻繁にしないでいいよというふうに病院にも言われて一時期薬を飲まないといけないかもと言われてたのも薬もなくなりというような形で体の方にも大きな変化が見られるようになってきました。 なので、まあ、柔道療育含め、まあ、運動とかにはやっぱりこういうような体を整えるという面でも非常に効果があるんだなと感じています。で、次、小1の男の子ですね。利用当初は多動性が強すぎてあの、私とか誰か職員が横にいないと、ざれとかが、一番最初のざれができないというような状況でした。で、発語も非常に少なく、周りの子どもにあんまり興味を示さないという子どもでもう、

まあ指示は通るんですけどもう基本的にずっとこうやってあのロープだったりとかをしてもうずっと動いてる高いところに登ったりとかですねいうような子どもさんです。で、えっと、座礼の間座ってられるようになった周りを見ながらタイミング合わせて座礼ができるようになったということでこれに関しては一番最初の動画なので座礼ができないです。一番手前の男の男子です。 もうあの座礼まあ礼って言って頭を周りの子たちは下げてるけど周りにも興味がないし礼っていう音も入ってきてないということでもう礼に全然参加してないような状況でしたでそれが一番左側の男の子ですね一番端っこの。正面先生に話して。 おお互いに、ねはいに願いしますちょっとだけあの以前よりは1回目の例はできなかったんですけどちょっとだけできるようになりました。で、えー、っと彼声が小さいっていうのも大きな課題でだったんですけど最後の例の号令がかけれるようになりました。これ本当にちっちゃくて音がちっちゃくてなかなか聞こえづらいんですけど。えね 先生にねお互いにお互いははいありがとうございましたはいましたもう本当にもう聞こえるか聞こえないかぐらいでしか言えなかったんですけどこれ最近ですね姿勢を出して木造目をつぶって

以前より大きな声が出るようになったのと誰か「号令言う人」って言った時に大きな声で「はい」って言って手を挙げられるようになりました。だん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 自発的にいろんなことに参加したりとか声を出して自己主張をするようになってきて、えー、っとこの間車に乗ってたら。 一番後ろに彼がいたんですけど他の子供たちと私が喋ってたら大きな声で後ろから「僕ね僕ね僕ね」って言って、まあ、自発的に自分の言葉であのみんな注目してと僕の話を聞いてというふうに自分で言うことができました。で手本をよく見ながら練習を重ね受け身や柔道ラジオ体操寝技の遊び,や遊びだったりとかができるようになったと徐々に大きな声が出るようになったということで。

うん、<laughs> もう最後の腰切りとかすごい上手だなって私いつも褒めるんですけど彼のことあの見ながら何回も何回も繰り返すことによって彼もできるようになってきましたでで受け身ですねはいどうぞ

今前回り受け身はこのような形でちょっとずつちょっとずつ練習してますで大外刈りの投げられた時の受け身っていうのはあの彼も受け身横受け身はできるのでちょっとずつやるようになってますもう回よっ あのこれはちょっともうちょっとかなと思いながらただあのしっかり手を叩くことっていうのをしっかり教えながら彼もちょっとずつ認識してきてるのでそのうちできるようになるんじゃないかなと長い目でゆっくり見ていこうかなと思ってます。

まあ、抑えられて用意初めて言っても抑えられたまんまで何も動かないというような形だったんですけどだん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 逃げたら勝ちなんだというようなことが分かってきて一生懸命逃げるようになってきました。で柔道にに関しては自分の力ででだだだだん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 着よよううとすするようになりますで一人でできないことに対しては今まではずっと黙って立っててこっちが声をかけたら来るような形だったんですけど。 一人でできないことは他者にお願いできるようになってきました頑張れ <laughs>

よし <laughs> 声が小さくてちょっと聞こえたかよく分かんないんですけど「かな先生お願いします」というようになってきて最近では「かな先生帯をお願いします」というようになってきました。で一番最初は私だけに頼んでたんですけど私が忙しい時は最近状況を見て他の職員,職員に「何々先生帯をお願いします」と言えるようになってきました。 で彼ズボンはリボン結びなかなか難しいのでまだできないんですけど柔道着の上の帯はもう結べるようになってます。なので下だけリボン結びだけしてあげればあとはもう自分で道着を着て自分で帯を結んであのしっかりもう時間までにはあの赤畳のところに正座して待ってるというようなことができるようになりました。で次、えー、っと小学校1年生男の子の場合ですね。この子は令和2年4月から週に2回利用してます。 えっと利用当初勝負ことへのこだわりが強い、できないことに対しては挑戦しない、他者を認めることができない、協調性がないということで、もうこの子本当にちょっとでもつまずいたら何かを失敗したらもうすぐ捨て腐されるんですよ。あのダルマさんが転んだで自分が勝てなかったら捨て腐れ、えー、じゃんけんで負けたら捨て腐れでえー、っと自分はウルトラマンが好きだとだけど。 他の子は仮面ライダーが好きと言ったらそれが気に食わないでふてくされというような形で自自分分ががメイン自分が全てというようよな子供さんですでこれ一番後ろの男の子なんですけどだるまさんが転んだアザバージョンでやってます。 最初はこのふてくされるのに付き合ってたんですけどもうちょっと最近は大丈夫最初はこれにあの付き合ってたんですけど最近もう間髪を入れずにあの彼にあのもうそういう考える隙を作らずに彼をまた戻してくるというような形でちょっとずつ彼も入ってこれるようになってきました。で あのだん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 みんなと一緒に取り組むことはできるようになってくるんですけどまあなかなか集中して取り組むことができないということであの座ってる彼ですね。 あのこのようにもう一応参加はできるようになったけどもなかなかできないと。でこれも、あのー、すごく後ろで笑顔になっている彼ですね。<laughs> こうやってあの人にあのちょっかいをすごく出してあのなかなかみんなと同じように参加することはできないとただこの子利用当初はる「僕はウルトラマンが好きだからウルトラマンの歌以外は踊らないんだ」と言ってたんですけどちょっとずつちょっとずつ引き込んできて。 2ヶ月ぐらい経ってやっとあのこうやって柔道ラジオ体操だったりリズムダンスをしてくれる違う曲でも何か体を動かしてくれるようになってきました。なのでまあこれはこれで成長でよしかなと思いながら様子を見てました。でだん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 だここ23ヶ月ですね徐々に集中して取り組むことができるようになってきました。で注意さされれたことをふてくされるんじゃなくて ちょっとずつ素直に受け入れられるようになってきてなかなか拗ねることも回数が減ってきました。これ、えー、と右から3番目の男の男子ですね <laughs> <laughs> はいあのみんなと一緒に しっかり柔道ラジオ体操をやってくれるようになりましたでこれ受け身のテストするよって言った時ですねあ、受け身じゃない これ受け身じゃなかったですででしたでもこれ最後右と左が違うよと私が注意しても彼はそれを受け入れてふてくされることなく下がっていったんですっていうのでこれは彼にしたら大きな成長かなと思ってます。でこれがあれですねあの受け身ですね。はい,い,いよ、はい、後ろ受け身からどうぞ。 どうぞ 2> 2大ききな声横いますど1253。1 2 3 はい前組みしますお帯もちゃんとそう自分でやってはい2回 2> 1! 1はいもう1回 <S 2, 2! <S 1> はい正座でえ これもですね数この子すごく大きな声で数えてるんですけどそれ私が言ったわけじゃなくてあのここのの子自自分分ででで大ききなな声数数を数えががらししっかりやることができてましたで苦手なことに対しても,さっ,きもさっきの動画でもすごい分かっていただけたかなと思うんですけどあの苦手なことにでも最後まで挑戦するようになってきました。 で彼なかなかちょっとぽっちゃりなのでこう動くこととかがしんどかったりとかでわき締め絞りだったりっていうのをなかなかやりたがらなかったんですけどこれ彼一番ビリになってますなんですけど。 これなんでどこまで行くのって言ってるかっていうとあのこの子ちょっとだいぶ遅かったのでちょっとしんどそうだったので半分でいいよって言ったんですなんですけどこの子は最後までこのままやり遂げましたなのですごい成長したなって彼に関しても非常に感じてます。ということでまあ4人以外も含めてなんですけど本当にあに成功体験が積まれることによって積極性が出てきて自発的に何かをしよう。 自発的にこういうことを発してみよう自発的に取り組んでみようっていうことがすごい増えてきましたで新しいことへも挑戦するようになったできないからやらないとかじゃなくてじゃあやってみようというふうに変わってきましたで順番へのこだわりが低くなったということで、まあ、常々一番よりもずるをせずに最後までやる方が素敵だしそれが一番大事なんだよというようなことは言ってるんですけどやっぱりあの 当初は順番へのこだわりっていうのが非常に強くて一番じゃなかったらやらないふてくされるというような感じだったんですけど最近はあの誰かがズルしててもあ誰々ズルしてるよってでも自分はちゃんとやるよっていうような形で子どもたちもそういうふうな考え方になってきて一番じゃなくても最後までした方が偉いんだよねって子どもたちの口からも聞けるようになってきました。 でこれらの行動っていうのはやっぱ柔道療育とかそういうような中で成功体験を積み重ねることによって自己肯定感が高まってきたからじゃないかなと思ってます。で協調性が生まれ他者を認められるようになった身の回りのことを自分で行えるようになった新しい目標を立てることができたということで黒帯、えー、を取りたいと言ってる子があのさっきの、えー、っと2番目に出てきた女の子。 ですかねあのちちょっっとぽっちゃりの女の女子あの子もなんですけど今うちに通ってる中学生の女の子も3年後高校3年生の時に黒帯を取ろうっていうのを目標にじゃあちょっと筆記と肩をちょっとずつ勉強していこうかっていうような形でやっぱ子どもたちにとっては黒帯がすごい目標でどうやったら黒帯取れるのってじゃあそのためにはどうすればいいのってじゃあ頑張るねっていうようなモチベーションにつながってます。であの 一番最初に出てきた女の子ですね。なかなか積極性がなくて、一番最初はあの押し合いで押されてもなかなかあのせあの戻ってとじゃあ次に取り組もうというようなところが見えなかった子なんですけど、あの子に関しても今年の年賀状に今年は一人で帯を結べるようになりたいですって書いてあったんですよ。だから子どもたちが一人一人がそれぞれ自分のことを分かってきて、で自分が次何を 達成したいかしっかり目標を立ててくれることっていうのはすごい嬉しいなぁと思ってます。で上の456の行動変容については組むことによって相手を尊重し認められるようになったからだと相手と一緒に組む相手と一緒に相手がいなければ柔道はできないというような中で子どもたちの中であの人を認めることであの気遣うことでみんなと一緒に何かを成し遂げようということ。 それらの心それらのところがちょっとずつ芽生えてきたのかなと思ってますでこれらのことっていうのは柔道への興味関心が高まったことによって柔道療育時間以外のことでも柔道に関することっていうのは行動に移せるようになったからじゃないかなと,、えー、っとまあ柔道着を洗えるとか柔道場の掃除をする掃除機をかけるとか。 で柔道強い人は優しいんだよって言ったら衝動性が強くてバッってなった子もあ柔道強い人はって言ったらその手を下ろしたりとかそういうような柔道が好きだとか柔道が強くなりたいっていうのをモチベーションとして子どもたちの行動っていうのが抑制されるようになった子どもたちの幅がいろいろ挑戦する幅が広がったんじゃないかなと私生活の面においてもですねだからあ 学校行かないと柔道来れないよって言ったら子どもたちちゃんと朝起きて学校行くんですよ。不登校傾向だった子たちも。だからそうやって柔道に行きたいから柔道が強くなりたいからっていうようなところで子どもたちが一生懸命頑張ってくれるようになってるなと思ってます。で私が感じた柔道療育の効果として、まあ、切り替えが非常に早くなったかなと。 あと他人を認め気遣えるようになった柔道家としての自覚が言動に現れるようになってきたとまあ自分たちで柔道強い人は優しいんだよって言って衝動性が、まあ、人を叩いえたりとかした子に対して子どもたち同士で注意ができるようになってきたと。で厳しい中でも達成感を感じているっていうのはうちの同情に来た時すごい学校でやっぱ嫌な思いしてる子たちが多いんですよ。学校でやっぱりりにされたりとか あのまあ意地悪されたりとかそういうようなのを引きずってくる子たちって結構いてああもうむしゃくしゃするイライラする今日こういうことがあったもう嫌だって言ってるんですけど柔道しししたたらケロッとしてースッキリしたってってあすっっ言帰るんですよだからやっぱり子どもたちにとって柔道っていうのがそういうリフレッシュだとか気分転換で、まあ、切り替えるっていうような手段となってきてるのかなと。 で、成功体系が次の挑戦へのつ挑戦へつながるということでまあ子どもたちやらないからできないだけでやってみたらちょっと時間が周りの子たちよりかかったりとかこっちがちょっと手立てが必要だったりとか準備が必要だったりとかするだけで子どもたちやらないからできないだけでやれば絶対できると思うんですよ。あの 私今やってる中で子どもたちの成長っていうのはやっぱ日々感じることができてるのであこの子これができるようになったこういうふうに自分アピールすることができた言葉が増えたこうやって人を気遣えるようになったで柔道に関しても前転ができるようになった後転ができるようになった冷静に子どもたちを見ていくと子どもたちってできることってすごい増えてて日々成長してるなと強く感じます。 なんで子どもたちいろいろなことに挑戦してほしいなと子どもたちの可能性は非常に大きいなとだからそういうことを提供でできる場でありたいいなという,ふうに思ってますで今後の展望っていうか課題だなとちょっと思ってるのが柔道療育の体系化、まあ、柔道療育をどうやって広げていこうかとそしてあの柔道療育どういうふうにう柔道療育を浸透させていこうかと。 で柔道療育指導者の制度制定っていうのが、まあ、こう柔道療育っていうのを、まあ、なかなか柔道っていう競技上危険性も高かったりするとは思うのでこうある程度の研修だったりとか資格だったりとかそういうものも徐々に必要となってくるんじゃないかなと思ったりします。で初段取得を目標とととしていいる生徒への指導ということで 方だったり、筆記だったりとか、いうようなところをどうクリアしていこうかなというふうに思ってます。すみません、なかなか、こう、うまく伝えられなかった部分もあって、かみかみだったりとかもあったんですけど。すみません、今日はどうもありがとうございました。以上です。はい。じま先生、素晴らしいお話、ありがとうございました。えっと。 画面共有をオフにしていただけます。これでいいですか。あ、終わりましたかね。はい。はい。ありがとうございます。それではあの質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。えっ、ー、とその前にですね。えっ、ー、とこんあの吉田先生が、えー、フランスに行って柔道療育を刺激を受けるきっかけを作られたあの浜田先生あのもしよろしければこうコメントをいただけますでしょうか。 はい、あの私がコメントをあの話す前に皆さんから質疑応答があった方がいいんではないかなと思いますけどいかがでしょうか。わかりましたそれでは質疑応答という形でさせていただきます。質問チャットの方にもたくさんあの出ておりますけれども、えー、もしよろしければ、えー、とチャットに書いたことを ですね。えー、もあの、声に出して質問していただけたらと思います。えー、この中で話せる方で、チャット書いた方、まずいらっしゃいますか。もちろん不動でいきたいと思いますが。では、一番直近の辻先生、えっ、ー、とですね。えっ、ー、と、今、この内容は、あの、ライブ配信されてますので、 えー、皆さんあのご了解いいいたただけたらとううふうに思いますでお子さんの方は発達障害のあるお子さんということなんですけれども、えー、と通常の、えー、道場の稽古の方に参加することがあるのかということを辻先生から質問いただいています。辻先生ちょっと補足もしよろしければお願いします。あの非常に勉強になりましたというかあの面白い発表であの参考になりました。えーとまああの まあまあ、とりあえず質問として書かせてもらって途中から参加したんで最初にあったかも分かりませんがあの放課後デーで参加されてる人らが練習してで成長してるっていう様子が非常によく分かったんですが、あのー、普通に道場もされてると思ってるんですけどそれ一緒になんか練習参加したりとか、あのー、年に何回かでも一緒にするとかそういう機会っていうのはあるんですか えっと今現在そういうようなのは、まあ、行ってはいないんですけどうちの同場の子どもが来てくれるんですようちの放課後等デサービスの2個に、えー、っと夏休みとか冬休みとか土曜日とかはうちの同場の子たちが2個に来てくれて子どもたちと一緒に試合をしてくれたりとか、まあ、交流という意味ではそういうところですね。あとあのうちのもともと2個を利用してた子なんですけど。 こうなかなか衝動性が高すぎたりとか、まあ、ちょっと力的に強かったりっていうのでなかなか2個で見るのは難しいなとちょっと判断した子がいてまあうちあの半身麻痺の1年生の小さい男の子とかあの1年生が8人ということであの非常に多くなった関係で小学校6年生の体の大きいもう誰でもかんでも飛び蹴りでも何でもするような女の子がいたのでその子に関しては。 あの保護者にちょっとお話をさせてもらって道場の方に変えてもらったんですよもう2個じゃなくて「道場の後部館に来てください」というような形でお話をさせてもらってその子今道場にも一生懸命来てくれてでまあ周りの子たちも道場の子たち個性が濃いんで <laughs> キャラが濃いのでなかそ,のその子が別に目立って何かするっていうこともなくうまく彼女も。 縦社会だとか強い人とか自分より弱い人とかそういうようなことに気づきながらうまくやってますねありがとうございます。あのえー、っと僕もそうなんですが指導しながらあのビデオ撮ったりとかあのまとめたらこれ,これぐらいまとまったまあの変化の見れる発表もなかなか見ることがないのであの活動自体も先駆的な活動だと思うので。 ぜひあのこれからもあのまめに続けていっていただいてあのいろんなその全国的に広がるやっぱこう先駆的な例になってほしいなっていうふうにあの思いましたありがとうございますありがとうございます先生ありがとうございますはい他えっ、ー、と他ご質問大丈夫ですかではえっ、ー、と 私ががたくさんん質問があるんですけどもまずですねあの発達、まあ、障害がある場合に最近よく注目されているのがあの不器用なお子様があの多いというようなことがあの言われているかと思います。で、まああのえー、言葉が少なかったり衝動性があったりこだわりがあったりっていうことのお子さんのお話をしてくださったと思うんですけども。 今、ご利用されている生徒様で不器用な、特に,特に極端に不器用なお子様というのはどれぐらいいらっしゃるのか、まあ、あの指導者としてあの体の動きを見て、運動不足のお子さんが多いとか、不器用なお子さんが多いとか、どういうふうにから体自体を見ているのかというのをまずお聞かせくださいやっぱり一番気になるのは、子どもたちの体幹の体弱さですねやっぱりもう何してても体がぐねーってなってきたりとか、自分で自分の体を保持できないと。 なのであのであ先ほど一番最初に発表させてもらった女の子に関してはちょっと今回どうしようかなと思ったんですけどあの走り方がやっぱりすごく不器用さを感じカクカクしたような感じだったんですよなんですけどだん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 ちょっとずつスムーズに走れるようになってきたりとか、まあ、体幹が弱いそこをまあ病院等で指摘されてきてる子たちっていうのは半分ぐらいはいますね。うん、で一人男のの子が今あの 半身麻痺、半分左を麻痺の子もいるんですけどその子に関しても一番最初は畳の上で走ったりするとやっぱり左足を引きずるすってしまうもんだから血が出たりとかで横すり足を左足が。 進む方向進行方向になる方をすごく嫌がってしなかったりとか、まあ、なかなか難しいっていうのもあってだったんですけど最近は左が進行方向でも全然普通にやるようになってきたしちょっとずつもう走り方に関しては全然そんなに違和感ができなくなってきてこの間の持久走大会も全部走ったって言ってお母さんからすごい喜んで連絡をいただいたりとかやっぱりこう今までかばってしまって。 あの使わなかったところっていうのを意識して使わせることによって、あのまだまだ動いたりとか伸びる部分はあるかなとは思ってます。ありがとうございます。あのまあ受動療育を通じたお子様がすごく成長されたっていうところで、あのいろんな要因を挙げられていたと思うんですけれども、まあなんかそのざっくり聞いた感じ、運動っていうところと、まあ先生とか他の生徒との関わりっていう二つの あのまあ、機会があったことであの変わった部分が成長された部分があったのかなというふうに思いました。でその前者の運動の方なんですけれども、まあ、特にどういう運動が良かったとか、えー、チャットにも質問ありましたけどどういうことを意識して運動プログラムを作っているかでどういう順序でプログラムを作るとよくなるかみたいなところはいかがでしょうか。えっと 練習メニューに関しては大体崩さないように先ほど紹介させてもらったようにはしてるんですけどやっぱり子どもたちその日その日の出たとこ勝負なところがあって来てみないと子どもたちのその日の調子っていうのは分からないのでそれを見て今日はちょっと遊びを多めにしようとか今日はちょっと集中できるメンバーだし集中できそうな雰囲気があるからちょっと技の方を多めにしようとか新しい技を送あの教えようとかまあ一応 順序は決まってるけど大体のざっくりは決まってるけどあとは子どもたちの出たとこ勝負というかもうその日その日の調子もう極端な話もう子どもたちが1年生が多くてその日なかなかバランスが崩れてる子どもたちの調子が崩れてるようだったらもう柔道着着て礼をするだけであとは中当てをしたりとかもうまあ泣くもないようなもう本当に半年に1回ぐらいなんですけどような感じですね。 でやっぱり私たちと試合することによってあの最後の試合のところで何で私たちとやるかっていうの安全面の部分もあるんですけどもう一つは柔道の利点ってやっぱりこ,うこっちの裁量でいくらでも子どもたちにできたを与えることができるあのこっちがわざと大げさに反応するこっちが子どもたち大外刈りをかけたかったらかける方の足をわざとちょっと前に出してあげる。 背負い投げを入りやすいようにこっちが受け方を工夫するっていうことによって子どもたちってあできたっていうのを多分感覚的に感じてくれるのかなってでもあのちょっと私意地悪なんで絶対子どもたちに試合で負けないっていうふうに決めてるんですよ。<laughs> なんですけど <laughs> とりあえず1回子どもたちに技ありを取らせて投げられてできたを感じてもらい私が2回投げて私が勝つっていうような。 世の中はそんなに甘くはないよっていうのもそんな簡単に思うようにはいきませんっていうのも教えつつあのまあただそうすることによって子どもたちもじゃあ次はどうやったら勝てるかっていうのを考えるんですよね。でもう一人のあのちょっっとさっき青道 あのバンダナ巻いてる人が映ったと思うんですけどあれおじなんですけど子どもたちが多い人かあの極端に子どもたちが1年生と4年生とか体格が違うところに入関しては入ってもらってておじが高学年の方に技術指導をしてくれるで低学年の方は私があの2人組で「はいあっちはい戻って」って言ってたみたいにああいうような遊びをするっていうような感じしてるのでそしたら試合次の時は「あこの間かけた!」 習った技をかけてみるとか言ったりとか子どもたちやっぱりそうやって私に勝とうと必死に向かってくるていうのもあるのでそうやって子どもたちのやる気をかきたてながらあのできたをつかませるっていうので試合はすごく友好的なのかなってこっちの裁量でいくらでも子どもたちにやったとかできたとかいうのを感じてもらうことができるなと思ってますありがとうございます。あの運動面面と関わり面 であの運動の効果を考えたときにあの今日お話ししてくださったその4人のお子さんは、まあ、動画、最初の動画と、えー、最後というか、まあ、時間が経った後の動画を見せてくださってやっぱりお子さんの体感がしっかりしているとか動きが全体的な体の動きが速くなったなとか体の変化が多分あったんじゃないかなというふうに思ったんですけどそこはそういう理解でよろしいですか、はい大丈夫です なのであの、体がよく動くようになったその結果としてこだわりが薄くなったとか、うんえー、意欲が出てきたとか言葉をよく出すようになったとか、えー、周りをよく見れるようになったとかそういう体の発達とその行動面の発達がすごく連動してるっていうような理解でよろしいでしょうか そうですね体が発達していろんなことが改善されてきたことによって自分でもできるとか自分にできたっていうのがやっぱりそういう精神的な面の成長に繋がってきたかなと思いますね。ありがとうございますそ運動面での最後の質問なんですけども、はい、とするとこれは柔道じゃなくても、えー、運動一般が持ってる効果なのかなというふうに思ったんですけども、うん、まあ、運動の効果 とか、あとは柔道だからこそう。まくできたところみたいなまあ。先ほどちょっと触れてくださったと思うんですけども、育ててきたのでしょう。そうですね。あの他の運動でも全然私はいいと思ってるんですよ。もう私は柔道やってきて、私は柔道好きだから、柔道療育なだけで他のスポーツにもそれぞれいいところがあるとは思うんですけど、やっぱりあの。こんな風な言い方をしたら語弊があるかもしれないんですけど、サッカーとか野球は？ やっぱりサッカーいくらこっちがボールを与えてもやっぱり子どもたちなかなか蹴れなかったりとかやっぱり野球ボール投げてもそれをなかなか捉えることって難しかったりとかであとやっぱうちに来る子たちってあの集団競技に入ったけどなじめなくてこっちに流れてくる子たちがいてそうなった時に1対1で組んでやるっていう柔道は彼らにとってすごくなんだろう。 ややりやすいものなのかななかってこっちが組んでこっちの工夫一つこっちのんだろう動き方こっちの受け方によって子どもたちに成功体験を与えることがで,できるボールは投げてもそれを打つことができなかったらできたにはならないサッカーボールをこっちが蹴っても蹴り返すことができなかったらその子のできたにはならないただ柔道はこっちが受ける姿勢を作る。 こっちが飛んであげるっていうことによっていくらでも子どもたちのできたっていうのを引き出すことはできるんじゃないかなと思います。素晴らしいご回答ありがとうございます。<laughs> えっとすいませんね、後者の方の,あの運動と関わりの2つが、まあ、お子さんの発達にすごく良かったんじゃないかっていうことで、関わりの方を伺っていきたいんですけども、あのお話を伺いながらやっぱりすごく特徴的だったのは柔道家は、 こうするんだよということがすごく、まあ、あの、響きました。で、自分、自分がちゃんとやってるかなって、ちょっと自分も振り返ってしまったんですけれども <laughs>、なかなか、あの、柔道家は、柔道家はっていう、こう、なんていうんですかね、まあ、一つの立派な人のイメージをお子さんに、あの、伝えて、そのような立派な人のように行動しなさいっていうような、 あの指導の仕方っていうのはすごく特徴的なのかなっていうふうに思ったんですけど例えば学校の指導とかでいい子にしっかりやりなさいとかっていうふうにあってもこう何,や何,や何やりのようにりやりなさいっていうのはなかなか指導ないと思うので、まあ、その柔道家っていうそのイメージあの人物のイメージをお子様一人一人にあの指導されてるっていうところがすごく特徴的でまあ それでお子さんの成長が成長とか行動が変わってるっていうところがあのすごいなと思ったんですけども、まあ、改めてその柔道家っていうところを強く、あのー、生徒とかお子さんに PR している理由とかみたいなのを教えていただけますか私も柔道家ってやっぱりこう柔道プロでやってて強くてまあちょっと年いって柔道をすごく知ってる人が柔道家って っていう風に思ってたんですよただフランスに行った時に道場にちっちゃい子供たちからおじいちゃんまでいてでそのエリック先生はみんな柔道家だって言ってるんですよその柔道が好きな人とか柔道をやっている人はみんな柔道家なんだよっていうのを聞いた時にあ。 これは子どもたちにあなたたちは柔道家なんだよって認められた一人の存在なんだよっていうのを伝えることによって子どもたちもあじゃあちゃんとしなきゃっていうふうになってくるんじゃないかなというふうに思ってそれはあの向こうからいたただきました <laughs> ちなみに、はい、あの少年柔道クラブの方でもご指導されてるかと思うんですけどもそちらの時も 柔道家なんだよってていう指導をされているそこに関しては私の中でちょっと別物になってて <laughs> なかなかこうそうやって子どもたちに何かを解くとかそういうようなことじゃなくてもう本当に練習をさせるというような場なのであんまりそういうことはないですね。うん、<laughs> もうあのエリック先生が今やってる道場と ハンディキャップ柔道は切り離して考えないとできないよって一番最初に言われたんですよそれはすごく強く言われてなので私の中でももう別物だというような意識があってやっぱり強化という意味と成長という意味とっていうのでただ私柔道療育をするようになってからあ加納治五郎先生の教えについて何も考えたことがなくて今までだけど柔道療育をやるようになってからあ 勉強するとか、成長するとか、人としてとか、そういうようなのって、こういうことなのかなって。まあ、全然そんな勉強してないんですけど、私、武道学科とか、そういうのじゃないので。だけど、なんか、そういう柔道のできた凄さとか、柔道の元々のできた由来っていうのは。すごい素晴らしいものだなと感じるようになりました。ありがとうございます。では、あの、最後の質問をさせていただきます。あの、関わりに関しまして。まあ、あの、柔道療育の体系化とか。 まあ普及っていうのを考えている中で指導者はその生徒の方とどういう関わりをしたらいいのかどういう能力とかどういう特徴を持っている方がまあこういった児童療域が広がっていく上で必要なのかみたいなところを、えー、教えていただけますかそうですねやっぱりあの児童療育していく上でやっぱり普通の定期発達の子どもさんたちよりもなかなかこう 周りに周囲に目がいかなかったりとかちょっと危険度が高かったりっていうのもあるのでやっぱり安全性のの確保っていううは第一条件だと思うんですよでその中でやっぱり柔道あのこのあとこういう展開になるなとかこう予測したりとか、まあ、柔道のその後の状況っていうのだったりとかであの特別支援に関しての知識だったりとかっていうのをやっぱり勉強していかないとなかなかこうただ 普通の子どもさんたちを教えるような感覚では、なかなかもうまだ私も初めて2年なんて、そんなに言えないんですけど、やっぱり子どもたちのことをよく知ってたりとか、あの子どもたちの特徴を知ってたりとか、どういうような支援が彼らにあの有効的だとかいうようなことを知った上で、柔道のある程度の知識とか技術とかがある必要があるんじゃないかなと思ってますありがとうございます。 あの内村先生はあの特別支援学校の方であの特別支援の先生として勤務された後、えー、今の柔道療育を始められたということでもともと特別支援教育の,あの知識をあの知識の経験をお持ちだったとっいうことがあるかと思うんですけれどもあの非常に参考になりましたありがとうございましたいまはい、えー、それでは、えー、時間もあれなのであの、まあ、ここにいらっしゃる皆様から感想をいただいて えー、そいただいて、えー、最後に浜田先生、内間先生から一言ずついただいて、えー、今日のオンライン課程終了という形にさせていただきたいと思います。えー、それでは、えー、北からまた行きたいと思いますので、いつも通り、えー、北海道、山ピーさん、お願いします。山先生、はい、ああの素晴らしいお話、ありがとうございました。 えっと、僕もその発達のデコボコにある子に対してどうし導したらいいかとか、まあ以前から発達障害とかっていうのは僕も教員免許取るための教職課程を受けてたんで話は聞いてたんですけど、まあ実、まあ発達のデコボコとかそういうのをすごく考えるきっかけがあったのが、その以前教えてた女子中学生の生徒がその、まあ 今考えればすごい発達のデコボコもすごく多くて、してまたその子は家庭の環境もすごく複雑な家庭で、どうサポートしていいかがわからないっていうか、どう指導していいかわからないっていうところで、結局最後親と揉めちゃったっていうことがあって、で、そこからやっぱりこういう発達のデコボコの知識っていうか、やっぱり学んでいかなきゃい一からやっぱり勉強し直して生かしていかなきゃいけないなって思ったのが去年の夏終わりぐらいで、 それでまあちょっとしてたらフェイスブックで酒井先生の,あの講習会のやつを見てで実際2月にあの北海道の島まで受けてでそうやって見ていくうちに内村先生のフェイスブックで見たのかななんか,なんかこう探してて見,見つけたんですよ。してあなんかすごいことやってんなと思ってでそれを思っていてなんか今日すごく。 1>, なんていうの1時間ぐらいお話を聞けたっていうのがすごくありがたかったっていうのはありました。で、まあ、実際こうズームで会う前に酒井先生にその他の九州でしたっけなんかやった時に発表されてましたよね内村先生。でその時の資料をフェイスブックのメッセンジャーでいただいてそれでその動画を見てああやっぱすごいことやってんなと思ったのが一つといつかこう。 ちょあの直に見てみたいなって思ってました。なんか今日、そういう意味でもなんかいい機会がいただけたなということで、大変嬉しく思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。では、北海道の大道先生、お願いいたします。今日はどうもあの貴重なお話をありがとうございました。えあの 正直と私も、ね、あの教育内村先生の、ね、教育受けた方がいいのかなとか思いながら聞いてました。え、あの、あんまり長くなってはあれなんで、え、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます、えー。それでは埼玉の福田先生お願いします。 あこんばんんばはすいませ最後の方に参加だったのであの中身全然見てないんですけどあのすいません <laughs> あなんですけど私今勤め先が学童なのであの学童に通ってる子どもたちってあの個性が強いっていうよりはあこの子も,ちょっともうグレーゾーンだなっていう子がかなり多くてそういうことをやっぱりやってる。 いや,あのやり取りするとき、やっぱ言葉の声かけだけじゃなくて、柔道こそ使わないんですけれど、今は、まあ、コロナで、ね、あんまりべたべたしちゃいけないって言われてるんですけど、寝技っぽいことやるとすごい喜ぶんですよ。うん、だからそういうのあ分かるなと思ってきてて、<laughs> 本当にあのまた機会があったらあの、また詳しい話聞きたいと思います。すみません。ありがとうございました。ありがとうございます。 では、えー、神奈川の小野先生お願いします。内村先生素敵なお話ありがとうございました。えっと本当に子どもたちの事例も出していただいて成長を感じることだけではなくてそこに移る内村先生が常に生き生きと楽しそうに道場に立っている姿もすごく印象的でした。でえっとデイサービスとなるとようんとよう 療育手帳や障害者手帳がないとという規約とかもあると思うんですけど、私も普段少年柔道を見させていただいて、やっぱ今の子たちってすごいグレーゾーンの子が多いし、やっぱその、障害持ってる内に関わらず、目的、えっ、ー、と、生活習慣の改善だったり、体感の強化、コミュニケーション能力とか、自己肯定感ということは、現在のどの子に対しても必要なことだなと感じました。 あと、えー、ラディック先生からそのハンディキャップとそうじゃない子は切り離して考えなきゃダメだよっていうお話を最後に聞いたんですけどやっぱその根っことなる叶次五郎師範の教えっていうところはやっぱ伝えていくべき大事なことなんじゃないかなってすごく感じました。ももちろんねね柔道が強くなるることを目標ににしている子もいい子ればこのそういう生活で、ね、いい影響の方に向かう ってていいうことを目標にしるる子もいるだろまあそういったお子さんもそうだし保護者もそうだしなんか、道場となると本当に柔道をする場所なんですけどデイサービスってなるとやっぱその子一人一人の特徴だったり柔道だけじゃなくて私生活の部分も見れるのですごく素敵なお仕事だなと感じました。はい、あとやっっっぱり最後ははて思ったのは柔道だからこそ こう組んで一緒にやってあげられるからこそこうコミュニケーションが取りやすいというか成功体験をさせてあげやすいということを改めて感じました、はい、ありがとうございましたありがとうございます長谷川先生今お一人から皆さんから感想をいただいてたんですけれどもあれ特に 今入ったばっかりです、ね。今入ったばっかり。すいません。了解です。あ、分かりました。はい。いはい。えー、では大阪の、えー、浦井先生お願いします。あ、どうもすみません。僕もちょっと途中からでだったんですけれども、なんかすごくあのまずもう資料がすごくわかりやすくて、なんなんだと僕はあんなよう作るなだと思いながら。<laughs> なんで、えー、の今後ともやっぱりなんかあの広めていきたいし、えー、僕も,やっぱりもうすごく思うのは、やっぱり、ね、あの組んでやるから、相手のことがやっぱり指導者が分かるし、でまあ、先生側の力量で、まあ、どうとでも合わせることができて、相手のやる気を引き出すっていうことが、やっぱりやりやすいのは、本当に柔道だなっていうふうに思ってますんで。 えー、ぜひぜひそういう柔道の素晴らしいところを、まあ、広めていけたらなと思いますんで、えー、今後ともあの、えーえーまあ、一緒にあの何かできたらなと思いますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、辻先生あのー、感想ということでお願いいたします。もうもう一度になりますけど<あ> <laughs> はい。は,はいすみませんあのー、先ほど言った通りで。えー 分かりやすい資料を見せしていただいて子どもさんはやっぱりあの何年かするとね変化が大きいので,でぜひそれあのさっきも言いましたが続けてでよりこうこう人生の変化の中で柔道がどう生きてきたのかっていうことを見せていただけたらと思うんですね。でまあ、僕らはあの成人ののとこでで住んでやっぱりそういうい 小さい時に経験のある人とない人とでやっぱりもう全然その後あの本人の何とかこう,こう認識が違うというかね、まあそういうこともありますんで、あの実際の時にいろんな経験を積ませてあげてほしいなというふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、浜田先生もしよろしければあのお願いいたします。 先生、あの大したコメントはできませんけどこういう形で、えー、柔道療育柔道療法があの広く全国に理解のある先生方がいることをすごくうれしく思います。えー 私自身が、えー、十数年前に松山にマミー学園っていうところがありましてそこであのやっぱり、えー、知的障害者に対して、えー、柔道指導を行ってる、うん、もうどこにも注目が集まらなかったところでちょっと変わった先生がいてその先生がやってた時に「あでもこれ面白いな、えー、今後日本の柔道界にもこういうものが普及する。 されるといいなっていうふうに思ってたのが15年ぐらい前だと思うんですけどそれが徐々に酒井先生や辻先生香音、えー、先生たちのこういう活動によって広く仲間ができていくことはこれは必ず近い将来柔道の新たな魅力になってくるなっていうのはあの本心から思ってますで。山下会長も中心になって あの柔道を今オリンピックに向けてやってますけれど、えー、この活動酒井先生中心にやってるこの活動をもっと理解してもらって発信していくべきではないかなとこれが酒井先生が代表者としてあるいは私も年齢的なものも含めてこれをどう全日本柔道連盟に伝えていくか。でまた 理解をししてて支援してもらえるかそれがここのも、えー、っとチャットにもあるようにあの指導者の障害者を対象にした指導者育成ということにもなってくるのではないかなというふうに思います。もちろん あの歴史的なことも踏まえて壁は非常に高いと思いますけどやはりここに書いてあるように指導者制度の構築っては思ってますあのどうしてもあのフランスが柔道が発展している中にはフランスって日本に次いでオリンピックでメダルを獲得している世界ナンバー2の国なんですね。 で競技人口は日本の総人口から比較すると日本の6倍の競技人口を抱えている、まあ、柔道成熟国っていう私は表現をあのこの前もしたと思うんですけどあのフランスの,その柔道が発展したのは日本の柔道をモデルにして発展してきたんですよね。で日本の柔道はモデルにはなったんだけど そのフランスの柔道が70年80年かけて成長してきた中で日本の柔道は衰退しているのではないかなとでそれは我々指導者柔道の指導者含めて指導者が少し、えー、過去のものだけにこだわってて新しいものを作ってこなかったんではないかなとで柔道の魅力っていうのをもっと掘り下げて考えていけばフラ,ンスのフランスの柔道界に対してでも モデルケースになななったのではないかなとこういう形の柔道の領域があったのではないかなというふうに、えー、ここ最近考えるようになりました。で、えー、日本の指導者が次考えないというのは競技力の向上でオリンピックでメダルとのこれももちろんもちろん大事なことですけどそこだけにいつまでもこだわってそればかりをみんながあ 理事さんとかいろんな役職にある人たちがそこばっかりにこだわってたらいやもっともっと柔道界が衰退していくのかなと逆に酒井先生たちがやっているこの療育なんかに療育などにスポットを当てていくっていうのは将来に向けて柔道の発展につながるのではないかなと思いますので是非多くの方々に発信して。 もらえるようなあそういうものが必要かなと思います。えー、っと今年は私のゼミ生はあの金さんの指導方法をお卒業論文にを対象に卒業論文は二人とも障害者柔道に対して柔えー、柔道領域を対象に卒論を書いて、えー、学会でも発表したり学生が発表したりもしました。そういう意味でどん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 。 あの皆さんでや,やってることは柔道の発展に必ずつながると思いますので自信を持って多くの人に、えー、語っていきましょう、えー、これが私の思いですし私のコメントにさせてください浜田先生ありがとうございますあの浜田先生の話を伺うたびにいつも元気を頂い,いております <laughs> それでは、えー、内場先生 最後に改めてあのコメントをお願いします。はい、今日はどうも長い時間ありがとうございました。あのなかなかうまく伝えられたかなと思う部分とあの子どもたちの成長あの私の自己満足のところもあると思うんですけど、あのチャットの方にもたくさんのコメントと質問とをいただきとても励みになりました先生方の今いただいたコメントも本当に励みになります。あの私自身まだ初めて2年と2年 もう立ってないということでまだまだ勉強の身な上にあの今年1年コロナで全然動けず勉強する機会もなかなかなくという形でまあプログラムもあのコロナで組めないという中で。 あのなかなかうまくいかない1年だったんですけどこうやって皆さんと情報共有したりとか意見をいただいたり刺激をいただいたりすることによってもう私もなんとか頑張れてますあのこれからもっともっと柔道療育が広がって子どもたちが療育を受けれる場っていうのが増えてくれたらいいなと本当に思ってますあのこれからもご指導よろしくお願いしますありがとうございました えー、内村先生ありがとうございましたそれではあのオンラインカフェのライブ配信は、えー、ここで終了とさせていただきます。